to Grammy with Welcome Man and Josh. はい、この番組はオーストラリア在住のギターボーカルジョッシュと日本で活動する音楽プロデューサーのグラミー賞研究家のウェルカムでお届けするポッドキャスト番組です。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞するという根拠のない夢を持ったウェルカムマンが楽しく英語や文化を学びながら最新の音楽ニュースを解説していく番組となっております。今週もジョッシュ先生よろしくお願いします。 Hello、 よろしくお願いします、うん、はい。さあ早速ですが今回の、トピックスですが、 Yes, yes. これは Very important Very important はい、 OK です。どういう内容か僕もわからないので、ちょっと長文なので長いので何回かに分けていきたいと思いますが、早速じゃあお願いします、ジョッシュ先生。はい、うん、じゃあ確かにこの記事がちょっと長くて、この話がちょっと長くなると思うから、うん、この Spotify is in the hot seat. What is the real reason?、うん、ということはね、 Spotify が最近やっぱりいろんなニュースが出てきて、あんまり良くないニュースが多いですね、うん、稲田さんも聞いたんですか？このニュースは僕も知らないけど、でも今そのストリーミングの問題って Spotify だけじゃなくてすごくいい問題になってるよね、はい、特に最近、まあ確かにストリーミングがねちょっと、いいかどうか、アーティスト、うん、そうやね、かどうか、そんな話が最近結構大事な話になってるんですけど、なぜ Spotify がこんなに大事な話になってるのかで、最近Joe Rogan The Joe Rogan Experience というポッドキャストがすっごい人気、めちゃめちゃ人気、はい、yes、 いや絶対もう聞かなくても絶対聞いたことあると思いますね。はい、Joe Rogan という人、ポッドキャスト、ね、Very famous podcaster? Very famous podcaster. He used to be MMA fighter, UFC fighter. そう。でも、あれから、あれ、ちょっとね、やめて、今のポッドキャストがメインですね。ポッドキャストが、もう多分、ポッドキャストの一番人気なポッドキャストですね。もう世界中にも。もう、many, many, many people listen to him. 聞いてる人がめっちゃ多くて、特に多分、10代、20代、30代の男が非常に多いんですかね。ちょっと若い、大人のね、うん、男が多いと思うんですけど、はい、でも彼がね、いつもポッドキャストがちょっとインタビューというか、いつもなんかゲスト、うんうん、毎週違うゲストが来て、うん、正直僕は聞かないので、あんまり彼のことあんまり好きじゃないから全然興味ないんですけど、でもはい、ゲストが来ていつものインタビューね、でも最近そのゲストがなんか考え方とかがちょっと危ないっていうか、うん、もう違うっていうか、もう情報が違う。で、うん、例えばなんかもうドクターサムドクターが来て、ドクター何々が来て、ワクチンが良くないんですよってこの人がこのポッドキャストで言って、であれが危ないんですね。危ない。そんなにもうみんなが聞いてって、もう今なんかコロナウイルスがまだまだ問題ですから、いや、ワクチンを打ってくださいって、もうね、うん、そんな情報が非常もう普通なんですけど、このポッドキャストに誰かがもう全然知らない人がこのポッドキャストに来て、ワクチンが良くないんですよ、信じてください、僕医者さんなのでワクチン打てなくてもいい、ワクチンが良くないんですよって言って、みんなが、あ、じゃあワクチンは別にいらんって言う人が、うん、もうそんな感じでね。で、最近のゲストはこんな
こんな感じに、いやそれは違うやろうってちょっと思うことがめっちゃ言ってて、でそれに対してあのニオル・ヤンというギターボーカル、すっごい有名で、あの60年代のクロスビー・スティールズ・ナッシュ・ヤングとかニオル・ヤンとかすっごい有名な、アメリカのソングライターがね、でも彼もなんかワクチンとかあの、病気とかでワクチンがすごい大切とかそんな感じにいつも言ってますね。あの、彼もなんかあの子供の頃、日本語わからないんですけど、ポリオという病気、ポリオかって、ポリオ、ポリオ is 小児麻痺、小児麻痺。という、まあ、病気ですね、今はそんなに悪くないんですけど、もちろんあの50年代にねすごい問題があって、あれはねワクチンがなかったから、であれからこれからあのまあ良くなったんですけど、元気になったんですけど、まだでも今でもまだ問題があって、子供にも問題があって、で、あの人が、いや、Spotify が、Joe Rogan Experience というポッドキャストが、こんなに危ないポッドキャスト、こんなに危ない情報は、Spotify がちゃんと、あの、なんていう、プロモーションしてるから、いや、それなら僕はなんか Spotify はもうやらないんですよ。もう、はい。俺の音楽を消して Spotify って言って、であれから他のアーティストジョニー・ミッチェルとかあのまたあの有名な人が、いや私も、はい、消してください、 Spotify をやらないんですよ、あの であれから Spotify が最近なんかやっぱりアーティストの応援、アーティストのサポートじゃなくてお金、何よりもお金、だってSpotifyがね、あの音楽のビジネスとかじゃなくて、テック、あのUber とか、Uber なら車、タクシーの会社じゃなくて、もうアプリですね。もうそんな感じに Spotify が音楽のビジネスじゃなくて、音楽が使うアプリのビジネス。Yes, yes.ちょっと違うんですね。そう。で、そんな感じに、またストリーミングがやっぱりアーティストにはちょっと悪くて、他の道はありませんかとか、最近そんな話がね、やっぱりみんな Spotify を使ってるんですけど、いや、それはいいかどうかって、話が最近、ちょっと長かったんですけど、この記事がね、そんな感じに話しているから、なるほどね、すごく分かりやすかったです。なるほど。はい、じゃあ英語。Spotify is in the hot seat. What is the real reason for the hot seat? The hot seat. What is the hot seat? Hot, the seat is like a chair. And hot is 暑い. The idea like, it's hard to explain, but, Spotlight is on you in a bad way. なるほど。みんなが見てる。みんながちょっとあのおいおい。ああ、なるほど。すごいプレッシャー。The hot seat. Yes. I'm in the hot seat. でも最近プレッシャーがちょっと多すぎて。ああ、みんながいろいろ言ってる。The current controversies surrounding Spotify have resurfaced the long simmering frustration of many songwriters and musicians about low royalty rates from streaming services. これが稲田さんが言ってることですね。あのストリーミングがあって、Spotify だけじゃなくて、ストリーミング全部がアーティストにいいかどうか、システムがね。で、その Joe Rogan Experience のポッドキャストの問題、
からこの問題がまた出てきて、やっぱりそういう意味では良くないなってアーティストが言ってますね。そこで言うと、その about low royalty latest、 やっぱりこうお金の部分やね。Yes, yes. The royalty rates, royalties, is, yes, I'm not sure how to say in Japanese. 報酬、日本語で言うと。報酬。報酬？報酬。難しいですね。Guarantee? Maybe, in English, maybe. 報酬。じゃなくて、pay、人に払う。まあまあ、ラジオとかが、例えば僕が、曲を出してラジオが僕の曲を流したら、そう、ライセンス、ロイヤリティ、Yes, that is royalties, right? Yes, so なんかやっぱり Spotify、もう20年前だったら、25年前だったらやっぱり CD、ね、CD、みんなが CD 買って、それからちゃんとアーティストがね、音楽というお仕事をちゃんとできてたんですけど、最近ストリーミングが多くて別に曲とか買ってないし、そんな応援、そんなサポートがあんまりないですね。確かにね、めちゃめちゃ聞いても別にお金にならないとか、特にいいですよね。Spotify may have made its most pivotal acquisition in the Joe Rogan experience. I think that's that. Ah, 出てきた。出てきた。But it also experienced its most thunderous controversy. So controversy が出てますね。ちょっと難しい言葉なんですけど。はい。Controversy is kind of like an argument. Controversy.What is this? The controversy. 何かがあって、なんかいや、それはどうかな、良くないかな、いや、大丈夫やろうって、ちょっとディスカッション、議論になるから、controversy。ちょっと難しい言葉なんですけど。そうですね、僕も初めて聞いた。ああ、なるほど。日本語で言うと、口論。討論とか、議論。議論、そうそうそう。そうですね。カンバセーション、そんなライトじゃないね。なんて言ったら。Yes. すごく重い。ヘビーな。重い。本当に重いですね。Controversy。そう。ね。ちょっと難しい言葉なんですけど。あ、でも重要ですね。これは重大な問題だっていうことを言っているね、それは。Yes, yes. So Spotify, its most pivotal acquisition is 手に入れた。The Joe Rogan Experience. めっちゃお金出した。Joe Rogan に。で、Spotify だけのポッドキャストになって、Spotify からの Joe Rogan にめっちゃお金出した。なるほどね。But it, also just experienced its most thunderous controversy and thunderous 嵐のように、And the firestorm gave artists and songwriters the opportunity to air their long festering frustrations over the pennies on the dollar they paid for their life's work. And this is just the latest chapter in a long saga of artists versus streamers. So,What we were just talking about, then. The Joe Rogan, あれからやっぱりなんかストリームが本当にお金にならないから、もう仕事にならないから、これはちゃんと集中はできないから、普通にね、もう。You can't pay in exposure. You have to pay with money, and Spotify gives no money. So lots of artists and songwriters are very angry to Spotify. That's what they're saying. So the
opportunity to air their frustrations. To air their frustrations is イラッとすることを。そうですね。言う機会が来ましたね。ああ、なるほどね。はい。みんながこう感じてるから、そう思ってるから、やっぱりこれは違うねって。Yes. なるほどね。難しい。なるほどね。難しいね。なんか、今日の、これってまだまだ続きますが、この辺で一回止めましょうか。Yes. もうちょっと行く？ This is... ここまで行く。Well, this is a good intro. Good introduction. ああ、なるほど。そう、この記事は、だって、この記事がね、このニュース、このポッドキャストを聞いてくれてる人は、このニュースは聞いたかどうか、まあ、音楽の、インダストリーに興味あれば、絶対聞いてると思うんですけど。そうですね。だから、このポッドキャスト聞いてる方、ぜひね、質問とか、コメントとか、欲しいですね。欲しいですね。どうでも確かになんか、日本語なら、なんていう、これ、英語で、そしてソーシャルメディア、Twitter とか Instagram とか、いろんなアーティストがいろいろ言ってたから、やっぱり、日本語に全部が、訳してるわけじゃないから、はい、質問があれば、全部聞いてくださいね。そうやね。はい。もしくは、ここまでで一回僕の意見も言ってみていい？ Yes. これ僕非常にインポータント重要やなと思ってるんですが、Spotify って世界ナンバーワンシェアを持ってる。だから絶対標的にされる。Everybody watching Spotify. Yes. Yes. だから the hot seat ね。You're in the hot seat.それはすごい重要で、例えば YouTube とか、Netflix とか Amazon Prime とかも全部やっぱり音楽じゃなくて、目と耳と要はどっちも使ってるから、音楽コンテンツはあるけどやっぱグローバルなエンターテインメントになってるけど Spotify はボイスオンリーなので、そうですね、そこはやっぱり音楽してる人たちからすると、要は耳でエンターテインメント、yes. 楽しみたいってことで、Spotify がピックアップされるって僕すごいグッドニュースやと思うのね。もちろんね。そう。確かにね。ただコンプライアンスの問題とかが、決まってない。例えば昔の YouTube っていろんな人の曲が聴けたりとか、例えば、yes. ファイル共有ソフトの Winnie とかでいろんな人が無料で音楽ダウンロードしたりとか、そうですね、いいこともあれば悪いこともやっぱりあって、そうですね、そう YouTube のそこで戦ってきたライセンスのとかセキュリティとかで多分すごくこう改善していって今の YouTube がなってるけど、多分 Spotify はそれの途中だから、そうですね、それがこうバッドニュースだけどやっぱりこう良くしていくことを考えていけば逆にそうですね、チャンスなのかな。そうですね、はい、Spotify がね、これ、まあ、確かに Spotify がね、今の問題は Spotify を使う人、今問題全然じゃないんですよ。 Spotify は普通に使う人、お客さん、ね、だって僕も Spotify 使っていろんなアーティストを聞いたりして、すごい便利ですね。だって、ポッドキャストでもね、最近、スポットバックポッドキャストにちょっと集中してると思いますね。でも、そのコンテンツを、作る人、たちのようにアーティストとして、お客さんとして、僕のスポットバックスの、アーティストとして、全然もう使えないぐらい、なんか、もう、Donate. これ全然お金にならないと分かってる。分かってるのに、
使ってるからみんな使ってるから使わないと無理ですね。だって世界で一番のサービスですから、うん、そうですね。あって、そう、so this article、この記事がそのアーティストの、あの、その問題、アーティストがいやこれは良くないですよって言ってる人が多いですね。お客さんじゃなくて、お客さんのやつに言ってる。そうです。だからアーティストがもう前だったら、だって10年前にしても、うん、iTunes がメインでしたね。うん、iTunes、iTunes Store がメインでしたね。うん、で、あれが CD を買うこととストリーミングの間でしたね。うんうんうん、ちょっとストリーミングはまだまだできなくて、もうちょっとダウンロード。ダウンロードとか、そうそうそう。だってストリーミングがみんなのインターネットも10年前、15年前だったらそんなに良くなかったからね。うん。あの、そう。で、iTunes 側はまだ、もうダウンロードだったんですけど、曲を買った。うん。アルバムを買ってダウンロードした。うん。というシステムでもうアーティストはまだまだね、あの、もう仕事にもうなってたんですけど、今 Spotify は全然アーティストに何もお金出してないから、うんうん、もう出してるけど本当にほんの少しだから、うんうんうん、あれがもらったそうですね。ちゃんとアルバムを作ってすっごい時間とお金かかったんですけど、そのお金は全然 Spotify だけで全然またもうバイバイした。うん、そうやね。お客さんはでシェアしたりして、でそれはこれみんなに聞いてほしいという目的が、ね、持ったらもうそれだけで、うん、でも仕事の問題は仕事の問題は足りない。そうですね。その問題をやっぱりみんなでこうコントロバーシーしていく、うん、アーティストのロイヤリティとかね、コンプライアンスの問題とかいろんなことをこういうニュースでやっぱりこう話をすることは大事だね。そうですね大事ですね。でずっと Spotify にこの問題があったんですけど、最近やっぱり情報が飛びますが、うん、その危ない情報をみんなにちょっとね、うん、出して、これあの英語でなんていうの、日本では最近炎上って言うよ。炎上、ああMisinformation か Fake News。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  あれ、あのトランプ、あの大統領の、uh-huh. めっちゃ言ってた Fake News、 Fake News。 それ違うぜみたいなちょっと子供っぽくてね、はい、Fake News。 But、it's true、 it's fake、 it is、Misinformation。 Misinformation。 なるほどね。その日本でいう炎上っていうのは、炎が上がるっていう感じじゃないの。おー、はいはいはい。上がるってことやから。だから、何？要は、噂ってこう、火のないところで火事は起きないっていう。ああ、ね。うん。そうそう。なるほど。炎上ね。うん、ことわざ。そうそうそう。日本ではそう言うかな、炎上してるってよく言うね。ちょっとなんか英語でそんなイメージができる言葉は今はないかな、うん、確かに、like、ただの噂だったら、うん、まあそれはそれですけど、やっぱりみんなが信じるようになってみんなが言ってるなら、うん、That is misinformation. That is、sometimes aconspiracy、うん、conspiracy、that's a hard word、 conspiracy、よくにあのワクチンのこと、that is、I think 共謀、そう、なるほど。これが真実ですって言ってる人は、いや絶対違うんですけどみたい
な、うんうんうん、ワクチンが良くなくてワクチンがマインドコントロールみたいな、うん、あれがコンスピラシー。なるほどね、なるほど、わかりました。これちょっと長い文面なので何回かに分けて、やっていく、はい、非常にこう重要な、はい、はい、じゃあ、次回がね、この記事のやっぱり数字とか、うん、なぜ Spotify が足りないのか、うん、そう、細かく思います。 OK です。 Thank you, thank you。はい、じゃあ、もう一つ、これは僕が英語を勉強するために、そしてこうグローバルにね、ジャパニーズミュージックを発信するために、ジョッシュ教えてもらいたいんですが、ちょっと日本語からいきます。はい、私たちは日本、大阪から世界へ日本の音楽コンテンツを発信していきます。英語で言うと、We will send Japanese music contents from Osaka to the world。ここどうですか？合ってる？問題ない？いや、合ってる。見たら読んだらわかります。でもやっぱりなんか英語のなんかプロフェッショナルな単語だったらちょっと違うから。うんうんうん。でも We will send Japanese music contents from Osaka to the world。何が言ってるかわかります。OK。そう。Yes。ほんなら。ちょっと自然に、自然に、にしましょう。OK。自然というか、プロフェッショナル。OK、OK、OK、OK。We、yes。We from Japan、大阪から世界へ、日本の音楽コンテンツを作り、maybe Japanese music contents, it would be, and Japanese music live streaming, video Japanese music content is fine, it's fine, I think. We at Shinkukan. At Shinkukan? We at Shinkukan. Yes, that's good. I think are sending...Sending? Sending music. So start with music. Music and music. Music content. Music and other music content. Music and related content. Music and...No, you've already more music and music and. Oh, sorry. Music and related content. Related? Related. Related. Okay. Related か関してるコンテンツ。音楽と音楽に関してるコンテンツ。ああ、なるほど。Related. Related content. Yeah, spelling is okay. R-E-L-A-T-E-D.Related content from Osaka. 大文字の Osaka. Osaka, comma. Mm-hmm. Comma, Japan. To the world. Yeah. We at Shinkukan are sending music and related content.Content, we need an example such as we had sending. Oh, of course, you need to say Japanese music. Of course, we at Shinkukan are sending Japanese music. Sending Japanese music, okay. Yes, music and related content from Osaka, Japan to the world. Sending Japanese music related content.
OK。これ一分だけやっていくだけで十分やね。なんか勉強になるね。これ僕が一応自分で考えて、で、Google の翻訳入れてみて、調整と、やっぱり、丁寧ではない。ポピュラーだけど丁寧ではないんやね。この僕がの方は。Yeah, it's just Google Translate を使ったと、わかる。Very important. Yeah, 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 yeah. だって僕もなんか英語なんか書いて、日本語に Google Translate 使って、訳して、稲田さんに送ったら、絶対もう何か言いたいのか、稲田さんも絶対分かってくれると思うんですけど、でも、ああ、こいつ日本人じゃないやなって絶対思うから。そういうことね。そんな感じ、ニュアンスとか、やっぱり自然の使い方とか、よく見るんですけど、日本語、日本のサービスとか、日本の会社が、Google Translate を使って、で、それで終わり、みたいな、なんていう、日本、外国人としてね、そして日本に住んでた外国人として、あれが、ちょっと、なんていう、なんか意味ないなと思ったん、たまには。なるほどね。なんか、なんで英語がある？だってもう外国人日本語が話せる英語が話せる人がちゃんと書いたことじゃなくて、やっぱり Google Translate を使ってウェブサイトにはいこれって言ったんですよみたいな。なんかだってそんなことだったら俺でもできるよ普通にみたいな。なんかウェブサイトとかそのサービスはちゃんと外国人に分かってほしいなら、じゃあ自然にトランスレーターとか翻訳ができる人がそんな仕事は多いんですよ。そういう仕事ができる人が多いから、なんか使ってほしいなみたいな、じゃが多いんですね。なんかカフェのメニューとか、なんか僕がねカフェにいて英語のメニューもあったんですけど、あれをやめて日本語のメニューを大丈夫読んだからだから英語のメニューは分かりにくすぎてね、そう全然違うかったから。ああ、なるほどね。いや、それ重要やね、やっぱりね。まず Google 翻訳使うことはね、トランスレートはいいことやけど、やっぱりこうなっちゃう。いいことやけど、たまには違うし、たまには分かりにくいから、そう、日本語と英語が全然違う言語だからね、もう180度フリップみたいな。Yes. So, there, we will send Japanese music content from Osaka to the world. I understand that. 全然、なんかもう、意味がわかることにはね、問題ないんですけど、でも、そのプロフェッショナルとかを、このウェブサイト、この会社がちゃんと努力してるなと、その感じがないから、So we at Shinkukan are sending Japanese music and related content from Osaka, Japan to the world. が、ちゃんと訳してくれたな。外国人として、ちょっと、これ使いたい。このサービスを使いたいな。英語のサポートはちゃんとあるから。みたいな。So, and I think it is the same for Japanese people. なんかやるならちゃんとやる。Yes. 大事だね。Yes. So that is the if you are listening to this podcast and need something translated, please 連絡してください。Yeah, そうです。Google Translate とか足りないんですよ。Okay.いや、ありがとうございます。じゃあ、これ早速、僕も一つまた勉強になりました。Very nice, very nice. But this is good. This is a good start. And I think Google Translate を使って、そして自分でなんか、fix してみるのがもう大事です。だって僕も、それを使うんですよ。日本語とか漢字とか、読めない漢字とかまだまだ多いし、
今でも普通のやり取り前に今でもめっちゃ使うから、この人とか辞書とかめっちゃ使うから、それは問題ないんですよ。やっぱり英語のニュアンスとか自然に聞こえるように、はい、違いますね。このロードトゥグラミーイングリッシュ聞いてくれてるあの方は、あの日本語の勉強もできるし、英語でニュースもチェックできるっていうところをね。Yes. Yeah. Absolutely. Yeah, we've got something for everybody. It's a bit of Japanese, it's a bit of English. Yeah, 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 yeah. そういうフォロワーとか、まあフレンドをもっともっと増やしていきたいですね。Yes. Yes. ぜひ皆さんメッセージ、please message to us.Yeah, yeah, would love to hear some feedback, please. Okay. じゃあ、4月からまた、その、ジョッシュのおすすめ楽曲とか、そういったこともトライしながら、この番組も、どん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 、こう、ね、ブラッシュアップしていければいいと思ってますので、皆さん、また。番組がね、どんどんレベルアップしていきましょうね。そうですね。楽しみながら、エンジョイしながら、レベルアップしていきましょう。Yes. はい。ということで、また、次回お会いしましょう。See you next time. See you next time. Bye.